革命中やめてー、一旦二回革命中やめてー。皆さんこんにちは、コロバンはコロコロチャンネルの長尾仮面です。神デュエリスト、デッドバンです。今日は何するんでしたっけ。これです。ドーン、カップ麺対決。カップ麺対決どっちが早く食べられるかっていう。あ、なるほど、デュエル全然関係ないですね。俺結構シーフード好きなんで。あ、そう、違うよね。違うよ。ドーン、ダダーン。この革命スターデッキ、4月23日発売。なんとカップ麺の形です。お、蓋を開けたら3分でデュエリスト。お、蓋を開けたら3分。だからさっきここにカップ麺あったんですね。茶番がありましたけど。茶番がありましたが、じゃあ今回はこのスタートデッキに入っているカードでデッドマンと今から僕が対戦したいと思います。さあ早速じゃあ行きましょうか。行くぞ。これすげえんだよこのデッキ。なんと、はい、新ギミック、革命チェンジ。そうなんですよね、すぐ革命チェンジ。そう、楽しみですね。まさにインスタント革命チェンジ、簡単で強いです。よし、じゃあ早速行きましょうか。行くぞ、デュエマースタート。うわ、高校つらいな。うわ、手札結構やべえな。あ、マジっすか。手札やばいけど、チャージタイム。やった、ドロー。久々にレインボーカードがね。ですよね、ガチのデッキから。どうしようかな、イフリートハンドマナ、パン終了です。お、アンタップ。カードチャージタイム。お、ドロー。2マナスタートダッシュトップギア。あー、いいね、定番定番。パン終了。ちゃんと入ってますからね、定番カード。いいですね。こっちは、うわー、ちょっと厳しい。あれか、まあでもいいか。引いたもしない、ガンガン使える。やだ、カード1枚ドロー。カイン。いいっすね、それも。いいカードです。じゃあ、ドロー。お、キーカード引きましたよ、このデッキのキーカード。なんか、引いたの。そうなんですよ、まあ言わないですけどね。見えない、見えないけど。じゃあ、じゃあ、じゃあ。なんだ、でもまあまあ、今はね、まだこっちが有利だから。3マナ。3マナ。ゴーゴー自己って召喚します。山札から5枚見ます。てれー。2、3、ドラゴンをゲットできる。5、ね、じゃあこのカードを山札に加えます。何加えたんですか。いや言わないです。あ、そっかそっか。じゃあはい、こちら、はい、男の2号を使って。なるほど、いいカード加えてんじゃねえか。よし、じゃああえて攻撃しないでターン終了します。しない。お、ここは貯めてくる。たまにはね、こういう変わったというか違う戦法も使ってみたくなりましたよ。結構ね、攻めてくるから、ね、うわー、これはちょっとどうなの、どうなのよ。チャージ、チャージ。2マナ、新カードいくぜ。レレタイムワン、ドレミ。ドレミ、かわいい。出た時にカード1枚引けます。2マナのガガピカリ強い。いいっすね、でも強い。さあ、ここを攻めに行きたいとこだな。まあ、ガガピカリパワー勝ってるから攻めるか。なるほど、確かに。シルブレイクマリン。なるほど、ガメント。お、ドロー。ええ、ちょっとね。じゃあ男の2号ボスカツをマナにします。します。で、3マナ。3マナ、もう一回ゴーゴー自己っち出します。出てくね。1で、ドラゴンを手札貯めてるのか。1、5と。じゃあこのカード、このカード、デラックスブリキングを手札に加えます。自己っちでガガピカリアンとにアタックします。はい、で同じ相打ち。相打ちです。相打ちと。はい、でターン終了です。アンタップ、デレーン、ドロー。さあ、ここは一気に攻めたいが、特に攻めるカードはない。お、まあ、よくこれでいっか。4マナ、静音の精霊竜、リンガール。この新カードですね。お、新カードですね。出た時に手札から1枚シールドに置けます。それいいっすね。そう、入れ替えじゃない、置ける、増やせる。あの、そのカード破壊、そのシールド破壊するのが嫌ですね。ドレミ攻撃でもパー2500か。でもブロックいるからドレミでアタックしてみる。なるほど、ロック。じゃあシールドは出ます。ババン、きたー、シールドトリガー。うわー、ラッティードラゴン。3000以下一体破壊します。えらいことになった。リンガール破壊します。ちょっと、いいっすね。これはえらいことだった。いいっすね、マジで。ドロー、ちゃんとね、トリガーもたくさん入ってます。そうなんですよ、使いやすいんだよ。もうね、これカッター臭いっすね。カッター、カッターですよ、本当に。カッター君のデッキだけに。カッター5マナ、5マナ、メガキリキリドラゴン。これも新カードです。メガキリキリドラゴン、5マナのスピードアタッカー。なるほど。はい、でバトルゾーンに出た時、クリーチャーを1体マナゾーンから山札の一番上に置けるんですけど、ちょっとここはあえて置かないです。なるほど。はい、じゃあ4体揃ったんで、まず結構やべえスピードアタッカーのメガキリキリドラゴンでアタックするんですが、シールド、その時にシールドをアタックします。ババーン、革命チェンジ発動。革命チェンジ発動、デラックスブリキング出た。このクリーチャーの効果でバトルゾーンに出た時、相手のコスト6以下のクリーチャー1体破壊できます。だからドレミを破壊しちゃいます。ただで出てきた上に破壊はあるでしょ、強いでしょ。
で2枚ダブルブレイクします。これ下でもいいですか。先にちょっとこっちから僕あえていきたいんですよね。なんか出るんですかいいの。バン新カード、静寂の精霊竜カーエル、カーエルドラゴンです。なるほど。出た時に相手のクリーター1体を攻撃できなくする、はい、お、なるほどなるほど。じゃあとりあえずダブルドラゴン、じゃあこれがタップされるんですか。いやいや攻撃できなくて。なるほど、わかりました。でブロッカーでピッチをダブルブレイク2枚目だ、まあまあ、いいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう。でもこいつが出てきたせいで攻撃しづらくなったんです、ね、ダブルブレイク2枚目は、あ、じゃあこっちで、はい、出ないでしょう。どうしよっかな、ちょっと攻撃しにくいな。3500のブロッカー、こいつめっちゃ強い。攻撃止めた上にブロッカー、じゃあスタートダッシュトップギアで1枚破壊します。その時に革命チェンジ発動。うわさらに来た男の2号ボスカツ。うわどんどんクリーチャー強くなって、これは、火または自然のクリーチャーなら革命チェンジできるので、なおかつパワー5000バトル中、そうなんですよ、このクリーチャーのパワープラス2000するんで計7000になります。強い。じゃあブロックしてもやられちゃうってことか。そうなんですよ。で1枚破壊して、ここはブロックしません。なるほどなるほど、はい、これでいい。はい、いいですよ。はっはいいか。じゃあターン終了です。なるほど、これは結構削りましたよ。シールド結構やられましたね。いやいやいや、こっからがデッドマンマジックの時間だから。デッドマンマジック、デッドマンマジックの時間だから。聞いたことない言葉聞きましたけど、今な新技だからね。タイムアンドレミ、タイムアンドレミ今出ましたよ。いいね。4マナ、はい、もう一丁西洋の精霊竜リンガール。なるほど、手札から1枚一緒。うわー、カーネルが、はい、ボスカツにアタックします。ほうの時に、時に俺にも革命チェンジあるの。なるほど、大聖堂ベルバーレ、うわ革命チェンジ、ドラゴンアタックした時に強そう。出た時、はい、相手のクリーチャー2体選んでタップします。次のターンにアンタップしない。うわいやいや、なんでこれとこれは次のターンアンタップしない。きついぞ。ファイブストー、そして8500でボスカツにアタック。うわー、せっかくだったのに。ターンエンド、ちょっときついな。この逆転力もね、革命チェンジの強さ。うわ難しいぞ、どうしよう。ああ、この革命チェンジ、まだ使いたての君とこの革命チェンジマスターの、いや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 、革命チェンジ力が違うのさ。革命チェンジ力なら負けたくない。お、負けたくないけど、とりあえず55自己値マナにしますね。そうそう、で3マナ、3マナ使います。で55自己値、55自己値好きね。山下から5万円います。頼む、あのカード引いてほしい、引いてほしい、引いてほしい。ドラゴン1枚、どっちにしようかな。ドラゴンが何が来るか。まあもう、まあ、何言っても勝てるけどな、もはやもはやこのベルファーレの前では、ね、このカードバトラッシュ、バトラッシュナックル、バトラッシュナックル手段に加えますね。さあさあ、まあ無駄なあがきだな。そしてあと2マナで2マナ、2マナ使ってスタートダッシュトップギアを交換しておきますと。でターン終了です。ターン終了、終了です。いいのか、終了するしかないよ。もうこれね、こっからじゃあね、この動画を見てるだけにスーパーテクニックを教えてあげよう。あるんですか。なんかありますよ。まあじゃあ5マナ、はい、テレーンカーデル、出た時に相手のクリーチャー1体を攻撃できなくて次のターン、はい、じゃあトップギア、次に、じゃあスペシャルテクニック、ベルファーレがシールドにアタックします、はい、の時革命チェンジ。え、もう一枚の大聖堂ベルファーレ。え、何それ、何それ。あ、革命チェンジって同じカードでもできるんですね。できますね、ドラゴンなんで。ってことは出た時の能力で、この2体また次のターンダッシュ。マジか、ダブルブレイク、きつい。どれですか。じゃあこれ3体とも1体1枚まず。マジ、これがだイフリートハンド、コスト9以下のクリーチャー1体破壊します。アタックできんな、この2体。うわ、本当はねベルファーレ倒したいんですけど、そうも言ってられないんで、じゃあドレミ、ドレミでいいですか。はい、でいいですか。ドレミでいいです。破壊されました。じゃあもう一枚ブレイク、バリーン。なるほどなるほど。その選択後悔することに、リンガールアタックするときにこいつもドラゴン、あ、やめてやめて、手札に戻ったベルファーレがさらに革命チェンジ。やめて、1ターンに2回革命チェンジ。やめて、じゃあこの2体タップして次のターンアタックしない。うわ、5体止めたぞ。タイムストップ、シルブレイク、最後にこのカード。しかしまあとどめまではいけない、ターンエンド。しかし4体当たってなくてこいつは攻撃できない。ちょっと待って、何それ。このスーパーテクニック、ね、待ってくださいよ、あるはずなんですよ。これね、覚えとくとね、強い場面ありますからね。このこっから勝とう、連続革命チェンジ。まあもうさすがにだって5体止めてるからな、ベルファーに対して。まあ一旦マナチャージしますね。じゃあトップギアの効果で1マナ少なくなってるんで、2マナハムカツマン召喚します。しかも出た時マナ増やせるスペシャルが強いんですよ。そうなんですよね。ババーン、じゃあこれをこうですかね。リキング引かれたらやばかったな。もったいないですね、ちょっと。
で、残りが5マナ。あー間違えた。さ、間違えた。お、間違えちゃったか。間違えたくせー。うわー積んでる。うわー、あーちょっとこれ出したかったんですけど。マナがね。マナがないから。レインボーカードの難しいところを見せちゃってます今。あ、でもレインボーカード別にね、ちゃんとね、サイトチャージすればいいだけだから。3マナ。これコツです。ネクストチャージャー。手札を入れ替える。チャージャー。もう、もはや、あがき。3枚じゃあ、置きますね。もはや、悪あがき、はい。一応ね。はい。まあ、デュエル、俺は油断してないから。最後何かが分かんないから。チャージャーなんで置いときましょう。はい、じゃあ、まあ、ハムカツマンスピードアタッカーなんで、これでシールドをブレイクするんですが、その時に、革命チェンジ発動、男の2号、ボス活、はい、もうはい、おなじみのパワーガリアですね。はい、じゃあこれにします。もう思い出パンチです。思い出パンチ、はい、はい、ターン終了です。ターン終了ですか。いやー、これがやっぱ辛い。このタイムストップの前に、まあ、もうじゃあ一応ベルファールでダイレクトアタック。うわ、普通に力の差を見せつけられた。まあ、これがね、革命チェンジの、まあ、ブリキングもやばかった。ブリキングの使い方を僕がもうちょっとうまく使えたら全然また違ったと思うんですけど、まだこれじゃあ僕勝ったにはなれないですね。そう、でも革命チェンジでも簡単でしょ結構。いや簡単ですね。で、すぐブリキング出せる。そうですね、ほんとすぐ出せました。これすごいよ。これなんか今後のデュエル界をにぎわす感じのカードになるんじゃないですか。もうね、革命チェンジはね、はい、知ってます、知ってるからちょっと言いたいんだけど、はいはいはい、秘密だけど。あ、なんかあるんですか。超強いの出るから。マジっすか。超強い。今のうちにこの革命チェンジちゃんとマスターしとくと、なるほど、一気にバッ、うわ、いけるから。いい情報聞きましたよこれは皆さん。ということで、はい、この革命チェンジもちろんすぐ使えます。革命スタートデッキ4月23日発売ですよね。はい、皆さんぜひ遊んでみてください。イエーイ、革命チェンジ強すぎ。